日本的な風景の一つになって久しい孟宗竹の林。けれどかつては美しい佇まいを見せていたその竹林が、日本の至る所で雑木林に侵入し木を枯らしてしまうという問題を起こしています。原因は竹林がかつてのように利用されず、定期的な手入れも行われなくなったことにあります。竹は毎年3メートルもの地下茎を伸ばし、タケノコを生やして広がっていきます。しかもタケノコの成長スピードはわずか 2,3 ヶ月で十数メートルから二十数メートル。雑木林の近くに放置された竹林があると、竹は木々に覆いかぶさりながらあっという間に勢力を拡大します。光を奪われた木はやがて枯れ始め、雑木林は次々に鬱蒼とした竹やぶに変わってしまうのです。そしてそれが急斜面であれば、崖崩れの心配もしなければなりません。地中深くまで根を張ることのない竹の林は、大雨などで表面の土ごとごっそり崩れ落ちる危険性が高いからです。そこで私たちは特に急斜面の竹やぶを対象に対策を行っています。まだ雑木が生き残っている場所では侵入した竹をすべて伐採、すでに雑木が枯れてしまっている場合にはすべての竹を一度に切ってしまうと斜面が崩れてしまう恐れがあるため、竹の本数が約3分の1になるように間伐を行います。こうして自然に生えてくる広葉樹が大きくなるのを見守ったり、必要だと考えられる場合には周辺で拾い集めたどんぐりや種から育てた苗を植えるなどして元の雑木林の回復を促していくのです。今どんどん失われようとしている里山の景観、それがかつて竹がきちんと利用されていた頃の美しさを取り戻す時、私たちは多様な命を育む豊かな環境も同時に取り戻せるはずです。